ここでは、ポートフォリオ運用の目的とリスクの種類について理解していただきたいと思います。ポートフォリオ運用について説明する前に、まずリスクについて復習しておきますと、金融の世界でリスクといえば、それは値動きの大きさのことを言うと思ってください。つまり、リスクが大きいということは、値動きの幅が大きいということで、リスクが小さいということは、値動きの幅が小さいということです。ですから、そもそもローリスクハイリターンということはありえないわけで、リスクとリターンはトレードオフの関係にあります。そして、このリスクは2種類に分けることができます。1つがシステマティックリスク、別名市場リスクで、もう1つがアンシステマティックリスク、別名非市場リスクです。システマティックリスクは市場そのものがもともと持っているリスクで、価格変動リスクや為替リスクなどがあります。これは資産運用を行う限りどうすることもできないものです。一方、アンシステマティックリスクは投資しようとする個別の銘柄がそれぞれ持っているリスクで、倒産などをイメージしてください。そして、このアンシステマティックリスクはポートフォリオ運用、つまり分散投資によって軽減することができます。例えば、A 社の株式しか持っていないと、A 社が倒産した時に大きなダメージを受けますが、A 社と B 社と C 社に分散投資していれば、A 社が倒産した時のダメージを軽減することができます。このように、ポートフォリオ運用の最大の目的は、投資のリスクを軽減することだと言えます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。